名、中、暗、この3つの陰影をつけていこうと思うんです。その時にですね、まずやることは全体を塗りつぶします。これね、はみ出してもいいんですけど、はみ出した分は後で消していくことになるので、まあなるべくならね、はみ出さない方がいいですね。ただ塗り残しはね、厄介なので、塗り残しはないようにはしていきましょう。こんな感じでね、で一遍こんな風に塗りつぶすので、この辺の細かい模様はまあ後でいいですよっていう話をしたんですよ。こんな風にします。ここまでできたら、これ指でこんな風にね、こすって、なるべく平らじゃないですね、同じような色、全体同じような色にしていくんですけど、これあると便利ですよ。指でやるとね、どうしても指の油がついて、消しゴムで消そうとした時に消えないことが割とあるんです。なのでこうやって、もし持っているんだったらティッシュペーパーでこんな風に全体をこすってやると結構綺麗な感じにいくんですね。これでこのスリッパの中間の色が描けたことになります。ここから濃いところをこの鉛筆で、そして薄いところは消しゴムで、こういう練り消しなんかがあるとね、割と便利だったりするんです。練り消しはこんな風に形をね、自由に変えられるし、あとは柔らかくね、練ってあげるとふわっと消すこともできるんです。だからこの練り消し、もしあるんだったら使ってみるのもいいと思います。さあ、それでは私が先ほど言った明、中、暗、この3つの影を描いていきましょう。暗くなっているところは塗りつぶします。ここで大事なことは、明るくなっているところにはみ出さないことです。はみ出したらちょっと消してやって、またこすってやると先ほどの中間の色に戻ります。おっと、そうそう、ここ必ず消しておきましょうね。ここから向こうは空間なので、色がはみ出るなんてことは実際におかしいわけですよ。この一番下のガイドも、初めに書いたね、これもいらないので消しておきましょう。これから書いていくたびにね、はみ出ることはたびたびあると思うんですけど、そのたびにね、この輪郭線の向こう側はきれいにしておきましょう。さあ次、ここぐらい暗くなっているところありますよ。例えばこの穴ですよね。この穴に関しては暗くなっている。この時はね、さっき私適当に書いたんですけど、結構もう黒く塗っちゃうので、形割と正確に書いていきましょうね。修正しながら書いていくんです。皆さんは輪郭線で下書きをしたら、もうそのままね、色を塗るだけとか鉛筆で影を描くだけというふうに思っているかもわかんないんですけど、実際にはそうじゃなくって、形を整えながらこうやって描いていくんですよ。ここも黒いですよね。そしてこっちも黒くなっています。こっちも黒くしていきましょう。こちら側が白くなっているのでね、はみ出さないようにしていきましょう。ただね、ここの面ってここ黒いんですけど、少しこっちに行くに従って明るくなっているんですよ。明るくしていきましょうか。ここの輪郭線があるじゃないですか。この輪郭線のこっちは明るくって、こっちが暗い。だからこちらよりも少し暗くなるように、こっちは明るくしていくと。明るくなっていくんだけど、この輪郭線のこちら側よりは暗くなるようにしていくということですね。こんな感じですか。ここも暗くなってませんか。ここの部分暗いですよね。ここもね、暗くしていきましょう。ちなみにこのスリッパ、ものすごく黒くなってるところありますよ。気づきますか。ここですよね。ここすごく黒くなってるじゃないですか。ここに関しては暗いんですよ、かなり。なので結構私は暗くしちゃいます。ただこっちに行くに従って少し明るくなるので、まあこんな感じですか。この時にこの靴の下のね、凸凹っていうんですか、これも割と正確に描いていきましょう。ここね、見るのめんどくさいと思うんですけど、少し皆さんここは我慢して形を正確に捉えていきましょうか。
忍耐力ですよ。ここは辛抱して描いていくんですね。どうです、これだけでかなりリアルな感じになってきたでしょう。さあこっちも頑張ってやっていきますよ。物を立体的に描く一番のコツはですね、このね、一番暗い影をしっかり描いてあげることなんです。ただこの一番暗い影っていうのは今みたいに結構ね塗りつぶすじゃないですか。そうすると今度は明るくするのが大変、つまり消すのが大変なんですね。だからある程度はしっかりと形を見て、ここはね一番集中するつもりで描いてあげると、まあ、こんな感じになってきますね。今度は光の部分を描いていきましょう。光と言ってもね、ものすごく真っ白になっているわけではないと思うんですけど、例えばこの辺明るくなっているので明るくしていきましょうか。ふわっと消したい場合はこのようにね、消しゴムを叩くように使ってあげるとふわっと消えてくれます。これね、光感じながらやっていくといいんです。今光ってこっちから来てますので、こっちから来てるよ、だからこちら側が影になっているよっていうのを頭の中でね理解しながら描いてあげると割と正確に描くことができますね。ここもそうですか。練り消し使いましょうか。練り消し使うと便利なので、ここね私一律に塗ったんですけど、実際にはこうじゃないですね。ここの部分に少し光が当たっている。そしてここが暗いんですよね。ここがものすごく暗い、ここは明るい、ここが暗い。こうやって光も描きながら影も描いていく、光と影を同時に描いていく。ここも光が当たってますよね。そしてこちら側が影になっている。ちょっと濃すぎたかなと思うときには少しこうやってね、ティッシュ、まあ、指でもいいんですけど擦ってあげるとちょっと弱くなりますね。ただ光の部分まで消えてしまったんで、そうなった場合にはもう一度光も描いていきます。ここもちょっと甘くなっちゃったんで、しっかりともう一度暗くしていきましょうか。この調子でどんどんね光を見つけていきましょう。ここもこういう風に光が入っていますよ。この模様のところにも入ってますよね。ここですね、ここも光が入っている。お、消しすぎちゃった。もうちょっとここはこんな感じで中間の色に戻してね。そして光の部分もしっかりと描いていくと、ここが今度は影になりますか。こっちがもう少し暗いのかな、こっちがもうちょっと明るいのかな。さあ今度はこっちの模様も同様に、ここ結構光ってます。こっちもちょっと明るいです。ここがちょっと影になります。こんな感じですかね。この模様のところにも光と影ありますよ。この名前の部分ですかね、ここはもっと白いですよね。白くしたい時にはこれが便利ですよ。この辺で黒いのをねしっかり取ってあげて、明るくしたい時にはしっかりとこうやって明るくしてあげると。今度こちら側もね描いていきましょう。今ねカメラの位置がちょっと微妙で、非常に私こっち手が回りにくくて描きにくいんですけど、ちょっと頑張ってやりますね。